はい。皆さん、こんにちは。ワナリグルビーチです。では、今回は、ステラリス、ガンダムモト、続きをプレイしていきたいと思います。まあ、毎回同じことを言って、ゲーム始めている気がするんですけども、お金が全然ない。お金は画面のこちらですね。374-2 になってますけど、これが全然足りない。ちょっと待ってくださいね。今、誰かが死んだと出ましたけど、これ96歳。提督が死んだか、第一遠征艦隊の提督。これブライトですよね。絵で言うと。ブライトが死んだか。ちょっとこれでも、艦隊の司令長官を雇う余裕はないので、ちょっとしばらく司令長官抜きでやりましょう。で、話を戻して、画面の左上に今、370-2、ちょっと字が小さくて見づらいと思うんですけど、これが今、地球連邦軍が持っている、いわゆる現金、キャッシュですね。これが、今、-2になってるんで、どんどん減っていくという状況なんで、これをなんとかね、まずは、改善していきましょう。で、そのための白羽の矢を立てているのが、このヘンセドンと、ベータキャエリー、ここ二つですね。研究が完了したので、ちょっと中身見ますか。ああ、リッパーオートキャノン。これが開発完了してますね。じゃあ次だけど、巡洋艦タイプか、あるいは、コルペットの。建造速度を上げるか。宇宙モールの建造費をマイナス25にするか、ちょっと時間止めてじっくり考えましょう。まず巡洋艦ができればかなりありがたいのは事実ですよね。で次、コルベットの建造速度が 25% 上がってコストがマイナス5%、これも美味しい。で宇宙基地のアップグレード、より強力な宇宙要塞が可能になりますと。どれも欲しいけど、巡洋艦はとりあえずいいかな。となると星系要塞かコルベットか。どうする？コルベットを大量に生産する。まあ、コルベットって言ってみれば数で勝負するそういう戦隊になると思うんで、確かに建造速度が上がって建造コストも下がるっていうのは嬉しいんだけど、宇宙基地のアップグレード、宇宙基地に金をかける余裕はないからな。そうなると、コルベットの設計の標準化、こっちを採用しましょう。じゃあまた時間を進めていきます。で、話を戻して、なんとか財政を黒字に戻したいので、そのために、ヘンセドン、ベーダーキャエリー、そして、この、アグルシレズ、ここの3つの星系の確保、これを最優先で進めていきましょう。で、鉱物資源は割と余裕が出てきてるので、鉱物資源は余裕を使って、それこそ艦隊の戦力を上げたいんですけど、それをやると今お金がないので、さらにお金が減っていく状況を生み出すんで、ここは鉱物資源をいっそのこと半卓に500送って、代わりにエネルギー通貨400を得ましょう。拒否られたか。拒否られてますね。まあ気持ちはわかるけどね。そしたらちょっと半卓にはもうちょっと条件、半卓側に有利な条件でもう一度更新を行います。まあ半卓もこれだったら受け入れてもいいかなって思わせる、そういう条件
を提示しなきゃいけないので、500は500で、エネルギー通貨は300で手を打ちましょう。よし、これだったら応じるね。まあ、600まで回復したんで、とりあえず当面の危機は脱したと言えるでしょう。で、整形調査、モルシーを終えたら、モルシーは2しかないのか。まあ、きついといえばきついけど。モルシーを確保したら急いでヘンセドンに向かいますか。整形調査が完了したんで、これ次の60、前線基地作るのに必要になる60の影響力がたまったらすぐにモルシーに進出しましょう。で、建設船がちょっと余っちゃってるんで、建設船を使ってシリウス星系の研究を作っておきますか、施設を。まあ、鉱物資源には余裕があるので、この後は建設船1隻はもう常に研究施設を建てていくのに使っていきましょう。本当はモルシーなんかに進出する手間を省きたいんですけどね、どうしてもつなげておかないと必要な影響力が増えてしまうんで、それって結局マイナスになるんで、ここは我慢をしましょう。これアグルシレズの争奪戦だな。これどっちが先にアグルシレズにたどり着くか。そこですね。The tradition screen displays the tradition trees available to our empire.A tradition tree must first be adopted before any traditions with...とりあえずニーツとかは取られてるよね、もう。まあ敵国というか、ハンタクに。ハンタクはまあ敵ではないといえばないですからね、今のところ我が国
地球連邦に対して割と好意的に接してくれていますから。よし、モルシーを組み込んだのですかさずモルシーに採掘ステーションを建てましょう。これで通貨が、まあ、2ですけどね、手に入ってきます。で次ヘンセドン、まあ本当はウィシーリーグって進みたいところなんですけど、まあ、できれば早く、ちょっとでも早くたどり着きたいので、であればヘンセドン、ベータキャエリー、アグルシレズの方が、まあ、一つ分の星系飛ばせるんで早いので、こっちを優先しましょうか。最近、財布方面でも戦闘は起きないですね。まあ、財布に軍を駐留させてるのか聞いてるのかもしれないけど。さて、そしたら、整形調査完了は置いといて、反託以外に我々に対して、どうだろう。高越中立機構かエネルギー通貨を購入したい。毎月50を100で買う？どうする？研究完了したで。The budget tab tallies our empire's monthly income and...一旦ここをいかにしのぐかだな。お金がないのをどうしのぐか。アンロック入れておくのはありがたいので、戦隊アップグレードも欲しいけど、先にアンロック解除しましょう。これこの後すぐ使えますからね。で、惑星モルシーの小さきものがもたらす力です。どうする？エネルギー生産を改善できるかどうか、軍事利用できないか調査。どっちも同じだな。どっちがいいかだな。まあ、今欲しいのは、エネルギー生産、こっちだな。こっちにしましょう。これで、発電力の出力が上がる。エネルギー通貨プラス 5% 生産力。よし、これは嬉しい。地味に嬉しいですね。こういうところをすかさず耐えていくと、回収していくと、ちょっとでもエネルギー通貨が生きてくるように頑張りましょう。調査船はそろそろ役割を終えつつあるとはいえ、まだこれ2隻体制は維持したいよな。1隻眠らせておくのはもったいないんですけど、いつアノマリーを発見したよって言ってくるかわからないんで、ちょっとこれはこのままここに待機させるしかないけど、まあいかんせん、自国に入っていないところで待たせるのは危険なので、一旦中に戻しましょう。で、建設船は、
どこの建設船かというとシリウスだね。じゃあどんどん南下していって研究施設をガシガシ作っていきます。で次60溜まったらヘンセドンで、ヘンセドンの次はベータキュエリでアグルシレスですね。貿易、中立機構、リンガン、こことも更新する。エネルギー通貨を購入。さて、どうする？まあ、50を100で買うしかないのかな、今だと。ちょっとこれを繰り返して、とりあえず当座の金を確保しましょう。エネルギー通貨がとにかく欲しいので、これを金で、まあ金を鉱物で買うっていう感じかな。だいぶ余裕が出てきたところで、マイナス246食らうので、ちょっとこの結果、払い出し、鉱物資源の払い出しが終わったら、一旦、艦隊の増強に入りましょうか。そうか、ちょっとこれ毎月だから、これやりすぎるとかなり痛い目に遭うな。ちょっと一旦でしょ。ものすごい勢いで鉱物資源が減ってるからね。よし、これでただ鉱物資源は減ったものの、通貨は1030まで一気に劇的に改善したんで、鉱物資源はすぐに溜まると思います。で、その溜まった鉱物資源を使って、艦隊の増強に入りましょう。これで第4遠征艦隊の増強、これができるようになると思います。建設完了したで。ちょっと時間を待ちましょう。植民惑星が多すぎると言われているな。上限を超えていると。エネルギー産出がマイナス 10% になる。これはちょっと確認をして進めていく必要があるな。まず直轄政権の数が大きすぎるという話なので、セクターを作ってセクターに割り当てが必要ですね。ちょっとセクター割り当てを行っていきましょう。
そうすると、シリウスと、プロシオンを、一つの、セクターに入れちゃいましょうか。で、怪獅伝がいるな。怪獅伝を雇う？じゃあ。怪獅伝を雇って、で、新たな、セクターを作ればいいわけだな。うん、で、セクターに入れるもの、入れないものを住み分けていけばいいというわけだ。そしたら、どうする？今作ったシリウス近辺と、新たな首都でしょ？で、どこをプラスするかだけど、直轄整形が多すぎるという話なんで、シリウスを入れた、これくらいの整形でいいかな。これで、ペナルティは解除できるでしょう。ゴルペットの、建造速度プラス25、建造コストマイナス 5% が終わったので、この次見ていきます。次どうするかなんだけど、ジャイアントガトリングガンに、あとは、モビルスーツのガンダム05をアンロック。もしくは、ロトか。まあ、装甲魚雷、これ大きいよな。今、モビルスーツは、優先度としては低めでいいと思うので、この装甲魚雷、これを優先しましょう。よし、じゃあ、また時間を進めていきます。This new sector should take a load off our backs.Governors can be assigned to administrate entire sectors, much in the same way as they rule individual colonies. A new sector governor has assumed office on the sector's...まあ、セクターはセクターで、セクター管理者、怪獅伝が管理すると思うので、セクター管理は任せておいていいにしてもだ。ちょっと鉱物資源含めた収入が減りつつあるというのと、あとは、エネルギー通貨がだいぶ改善しましたね。さて、セクター設定でちょっとセクターの中身確認する？宇宙基地の建設、大量資源の方、まあ、この辺りは全部良しでしょう。農業優先、産業優先、研究優先、財政優先、まあ、バランス優先でいいかな、ここは。入植もしていいよと。50% も収めてくれてるの？いや、これはいいよ。50% じゃなくて。まあ、50%。いや、50% はもらっとく？やっぱり我々がね、
戦ってあげなきゃいけないというのはあるんで。で、セクターの管理はこれでいいでしょう。増やしたり減らしたりはまだ必要ないかな。じゃあこれでいきましょう。まあ我々は我々でどんどん大きくなっていかなきゃいけないので、そういう意味ではしっかりと対応していきます。ではヘンセドンにもうすぐ進出可能になるので、艦隊をヘンセドンへ移動させておきます。いや、セクター入れたことによって、でも、だいぶ劇的に良くなったなぁ。まあ、なんといっても、エネルギー通貨が常時プラスだっていうのは精神的にすごく嬉しい。で、特にこの、新しい第一セクターに関して言うと、周りは敵国はないので、まあ、軍事力をね、発揮してもらう必要もあまりない。まあそういったところを鑑みても、今回のこのセクター創設は当たりかもしれないな。で、第2セクターが必要になってくるのはおそらく、この干渉地、このあたりを取り合った後かな、というふうに思うので、まあそのあたりは見極めをしていきましょう。もうすぐヘンセドンまで進出ができるようになります。ここのところ敵の艦隊とあまり当たっていないので、そういう意味で財政とかは少し安定してきてますね。まあ戦争したり艦隊動かしたりっていうのがいかに金がかかるかというのを物語ってるなっていう感じがしますけど。先駆者に関する発見というのが来ています。状況レポートしばらく見てなかったけど、シリウスとイピエシリア、ここで回収が済んでいないという話。ただ今の能力だと多分できないと言われちゃうんだよね。これは仕方ないかな。じゃあ先にヘンセドンに宇宙基地、これを建設しましょう。で、その間にまた状況レポートの確認をしていきます。研究完了。タイルのジョブですね。続いて、月間統合力の算出。統合力って何に使うの？きっ
土地を納めるのに必要になってくる内容ですよね。となるとここは先にアンロックを入れよう。で物理学の方はというとプラズマ加速法、ワームホール工法、でディスラプター、うーん、これはコンポーネントだな、攻撃武器ですね、いわゆる。でクラウドライトニング、電撃兵器システムってなってますね。あとセンチネンタル対空砲、これかっこいいからこれにしましょう。これで宇宙軍、宇宙基地の防御力を高めることができそうですね。で状況レポートをさらに確認しておく前に採掘ができますというところですね。入れておきましょう。で状況レポートの確認をしていきます。 The Star Search Project、まあ、これは順々にやっていけば終わるでしょう。ワームシグナル、これもとりあえずはいいかな。もうどんどん研究は進めていっちゃおう。今まで棚上げにしていたもの、建設完了したで。なんか常にピッカピカしてるのはちょっと鬱陶しいので、一旦消していきます。研究ステーションが終わったと。ちょっと待ってね、新しいのができている。宇宙ジリやデブリの奇妙な集合体の調査は驚くべき結果をもたらした。それは意図的な動作どころか単純な反射行動すら示さない、出所不明の強電荷を鉱山のように針山かな、粒子の雲だったのだということですね。今もそのまま、まあ観察しようしかないので観察しますか。クラウドの調査というスペシャルプロジェクトが発動できるという内容ですね。まあ全体的に軌道に乗ってきてる感じはするので、このままこのままというところですかね。もうどんどん施設を建てていっちゃってる関係で、全然鉱物資源がたまらないっていうね、そういう状態になってるんで、ちょっと一旦我慢してホワイトベースを作りましょう。さてと、さっきの続きですね。我が艦隊が最近遭遇した存在は宇宙に生きる生命体。戦術担当官が初期のセンサー情報を完全に誤読したため、宇宙アメーバーという愛称を付けられたこの生物は、実のところ人類の平均的な高レッテルも巨大だった。この生き物は人類の船に対して攻撃的行動を見せているが、さらなる研究を行う正当な根拠がある。楽に狩るか。
ちょっと待ってね。これさ、宇宙艦隊、宇宙アメーバーの艦隊撃破ごとに1000もエネルギーもらえるの。いやー、これでもなー、強かったりしたら話にならないんで、調査の方にしましょう。宇宙アメーバーの調査、このスペシャルプロジェクトを発動した方がいい気がする。さて、一旦2300ぐらいまで鉱物資源が溜まるまで我慢。もちろん、ベータキャエリーに進出できる影響力が溜まった場合はね、行使していきたいと思います。で、艦隊は編成ドンまで進めます。さて、続いてスペシャルプロジェクト完了しているものですね。鉱物資源1000、これはめちゃくちゃ今嬉しい。早速造船所でホワイトベース2番艦級を作ろうと思うんですが、その前に設計しとく。一応設計、ホワイトベースの2番艦級、これをベースに、アップグレードはできないね。よし、じゃあこれはそのまま2番艦級を もう一隻作りましょう。で、さらに余っているのでサラミスで、コルベット、これでいいかな。で、スペシャルプロジェクト、まだまだ余裕あると思うので、ガリガリ、プロジェクト発動していきましょう。ルーンテンプル、時と石。この内容を確認していきましょうか。地下の陣についての研究は大きく前進。いくつかの疑問が残ったままだと。屋根の平行部と放射状の祭壇は、これがかつて太陽を用いた、歴であった可能性を示している。しかし地震で新しい損傷を受けていたため確証はできないと。で、結果何をしなきゃいけないかというと、一般開放するか、これすると競技がプラス20、さらに研究の選択肢で奇妙なループが手に入ると。ほう。で、学術的研究に限定して使わせようとすると300競技を得ると。寺院を封鎖してリーダーシップ。影響力100。これだ。これです。今欲しいのは影響力。これで一気にベータキュエリー、アクシレンシスまで進めますね。で、艦隊の増強も並行して進めてますんで、これ第4艦隊がだいぶ増強されるはずです。そうすると、ダーバンにいる第2遠征艦隊を次戻して、第2遠征艦隊の増強に努めていきましょうか。いや、だいぶありがたいことになってきたね。あとは、ポップ、まあ、食料ですね。食料がだいぶ安定してきているんで、食料を回収して回りましょう。ちょっと待ってね。アングルシズに建設船一隻派遣する？いや。いやいやいや、違うな。ここは我慢した方がいいね。
ランテマリオで研究施設を建てよう。そっちが優先だ。で、今何がしたかったかというと、地表でポップ、これめちゃくちゃ今作ってるんですけど、大して取れてないところは作り替えましょう。と建て替えで何に建て替えるかなんですけど、ここはエネルギー資源が取れる。アナハイムエレクトロニクス作ると結構いろいろ手に入りますね。まあ、ただここは螺旋フィード型パワーハブ、これに作り替えます。1しか取れてないポップの食料のところとかはもう作り替えていっちゃいましょう。1のところはね、2のところはちょっと様子見かなという感じがしますが、山脈の除去がまだできないんだな。スキルを持っていないという状態ですね。食料はこんなところかな。もうちょっと減らす？ 2 のところも減らしていく？そうすると。ただ、螺旋型が作れないとあまり意味がないんで、螺旋型、結局、エネルギー通貨が大量に作れるようなところに専念したいんですよね。螺旋型が作れないようなところで無理やり建て替えをするのはちょっともったいないので、それはやめましょうと。そうするとどうする？必要な、ハンタクに更新を送って、貿易協定を結びましょう。食料、これを一括で。50でも送りますか。で、向こうからはエネルギー資源を。一括で50もらい受けましょう。これどう？受け入れてくれたね。まあこれは恒常的にやっていってもいいかな。いやいや、これは却下されてるね。よくよく見るとさっき50減っていたのは何だったんだろう。ちょっとそこ未確認でしたね。それはさておき、ヘンセドンからベタキュエリーに採掘ステーション、これを作るために前線基地を作っていきます。そうすると、まあ交易中立機構の連中と取引する方がいいのかな。購入したいんじゃなくて売りたいからな、我々としては。今ポップこれかなり余っちゃってるのもったいないんで、これをうまくさばきたいっていう意図なんですよね。意図としては。なのでやっぱりこれ買ってくれるところを探すしかないかな。食料を毎月。建設完了したで。5送って、エネルギー通貨を毎月1もくれない ?1 もくれないか。鉱物資源は？鉱物資源を毎月
にもらえますか。これでどう。こちらとしてはポップを送れるんで、毎月。これに伴って、エネルギー通貨ゼロだけど、鉱物が2もらえると。まあ、悪くないかなと思います。で、艦隊の方はだいぶ増強が進んでますね。ただ今度一転してポップがマイナスになっちゃったか。どうする？これこのままだともったいない気するよね。まあ、ただ今プラス4に戻ってるので、一旦このまま様子見にしましょう。ムチ宇宙運動が追加され以下の効果を得るという話。宇宙アメーバーゆえになれ。これ回避がプラス 5%。一方で再生船体加工の選択肢が得られた上に 50% の進捗が得られる。どっちがいいんだろう。でもこれ 5% の回避って結構重要だと思うんだよね。こっちを選びましょう。さあ、これで最弱だった第4遠征艦隊は一躍最強の艦隊になりそうですね。採掘ドローンの職業論理です。これドローンを狩るかどうかで、太古の採掘ドローンへのダメージがプラス 33% になるか、鉱物がプラス 5%。採掘技術が追加されるんであればこっちの方がいいね。古代の採掘ドローン、これによってプラス 5% の鉱物資源の補正がかかるっていうのと、古代のドローンへの攻撃が33% プラスになると、どっちがいいかっていうと、まあ将来的にそういった艦隊たちと戦う可能性があると思うんで、その時は 33% にしとけばよかったって思うと思うんですけど、現状はね、ちょっとそういう状態ではないので。造船所で、さらにサラミスを、増強しましょう。これで第4遠征艦隊が、名実ともに最強の艦隊になるので、第4遠征艦隊を、戻します。で、第3遠征艦隊を一旦、ドック入りにしましょう。スペシャルプロジェクトが完了したで。このでも、トラヒストって結構美味しいよな。成形で言うと、一気に3つ入植可能な可能性があるわけですよね。ここまで進出したいな。ここに来て一気に鉱物資源が不足して、エネルギー通貨が有り余るっていう
奇跡の状態になってるけど、まあこれは一時のものだと思うので慌てずに行きましょう。で、食料もプラスになったりマイナスになったりでバランスは割と良さそうですね。さて、ではセクターもうまく軌道に乗ってくれているようですし、第4遠征艦隊も増強がもうすぐ終わりそうというところになりますので、一旦じゃあここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。